SG-1000。s g は、セガエンタープライゼス。後のセガゲームスが開発した、家庭用ゲーム機。日本では1983年7月15日に、セガ自らが販売し、海外では、OEM 販売された。同社の SG-3000 をベースに、よりゲームに特化し、シンプルな回路で構成された製品。SG-1000 の SG は、 セガ芸の略である。別売の外付けキーボード SK-1100 には SC-3000 から省略されたインターフェースも搭載されており、機能的には同様のものが提供される。ハードウェアとしては、入出力周りの実装とメモリの実装量が異なるため、拡張しても等価になるわけではない。単色のみのスプライト機能あり。価格は15000円。 日本国内では販売時期に相応して3種類のバージョンが存在している。写真は後期モデルのものである。また初期中期に移行したあたりのタイミングで SG-1000 の基板設計が変更され CPU や VDP-SN76489 の位置が異なっている。VDP に色差信号対応のトムス9928を採用し、 高画質化製品を視野に入れた変更がなされ、それに対応した信号出力ターミナルの追加とシルク印刷、CPU の上をオーディオ信号を含む7本のジャンパ線を走らせている。なお外観上、2P 側のコントローラー端子がボディから出っ張っているのが初期、メイン位置になっているのが、設計変更された基板の特徴である。カートリッジコネクタの固定方法が、 基板にハンダ付けされているのみの方法をとっている上、基板そのものがビス4本によって、間接的にボディを介して固定されているため、ソフトの抜き差しに対するスロット周辺の強度が不足し、結果的にハンダ剥離、パターン破壊を引き起こしソフトを認識しなくなる、トラブルが多発した。セガは基板と本体ボディが接する部分にボール紙によるパッキンを当てて強度を増そうとしていたが、 根本的な解決にはなっていなかった。SG-1000 の1プレイヤー側ジョイスティックは本体直結となっており、コントローラーを交換することはできない。2プレイヤー側はコネクタ式のため差し替え可能である。ただし、本体を開けて1プレイヤー側ジョイスティックを取り外し、別売されていたエクステンションケーブルキット JC-100 を取り付けることにより、 一プレイヤー側もコネクタ仕様となり着脱可能となる。エクステンションケーブルキットは基本的には店頭販売されておらず、セガのサービスセンターで JC-100 の取り付けサービスと取り外したジョイスティックコントローラ SJ-200 の着脱対応化改造を行っていた。コントローラ形状は縦長の箱状で両側面に ボタンが一つずつある八方向レバーのジョイスティックである。これは、あたり2800やスーパーカセットビジョンなどと同様である。これらに比べて SG-1000 のものは小学生の手にフィットする細長い形状になっている。なお、コントローラー端子に 5V が供給されていないので、後に発売されたラピットファイヤーユニットやアキースティックアルファーはこの機種には利用できない。 アーケードを意識したスティックのついたコントローラーの操作性には何があった当初は SG-2000 という名称で定価19,800円にて発売予定だった。ファミコン発売に合わせて価格を下げ SG-1000 として発売した。1983年7月15日に発売。同日に任天堂がファミリーコンピュータ ファミコンを発売した。同じ月にはエポック社がカセットビジョンジュニアをトミーがピューフトジュニアを発売するなど競争の激しい時期だった。上位機である SG-3000 は同時期のホビーパソコンである M5 や MSX などとほぼ同等のスペックである。SG-1000 はそれらと同等のハードウェア性能を持ちながらも キーボードやベーシックをオプションにすることで1万5五千円という低価格を実現していた。しかし、当時としては段違いに高性能かつ低価格なファミコンの前に劣勢を強いられることとなる。月間コ,コロコロコミック1983年10月号の比較記事によれば SG-1000 は当たり2800当たりを若干下回る3位という総合評価を 受けている。同志で、ファミコンがほぼオール5に近い別格の高評価で、旧世代期ながらも、当時世界のコンシューマー市場で実績のあったあたりは、すべての評価項目で無難に4以上という波の評価を見せたのに対し、SG-1000 は、ゲームパターンという評価項目のみ3をつけた。アーケードゲームであれば、ともかく、当時の日本のコンシューマーゲーム事情は、 電子ゲームから家庭用テレビゲームへの移行期であり、場面が変わればゲーム内容が大きく変わることが電子ゲームにはない利点と考えられていた。しかし、N サブに代表される SG-1000 の初期タイトルにはゲームが進んでもゲーム内容に変わり、A の乏しいゲームが多く、それが評点に影響した。それでもソフトという評価項目ではタイトル数に勝る。 あたり2800よりも高い評価を受けており、アーケードゲームで長年の実績を有することにいるゲーム作りのセンスは同志でも絶賛されていた。また1983年秋時点での同志でのソフト個別の評価例としては、初期タイトルの一つ、スタージャッカーがファミコンのマリオブラザーズ、ポパイに次ぐ3位という高評価を見せた。 発売当初は5万台程度の販売台数を見込んでいた。実際には日本国内だけでも初年度で十数万台を販売し、さらに海外でも販売され、結果的に損益分岐点である20万台を上回る40万台を記録。セガの見込み以上に売れる大ヒットとなり、その後のセガ独自ハード路線を決定づけた。グラフィックやサウンドなどの性能は、 同世代のファミコンに劣るが、サファリハンティングやフリッキーといったセガがリリースした人気アーケードゲーム作品を自社移植できたことが一定の普及に結びついた。その一方で、セガはファミコンに対抗すべく他のアーケードゲームメーカーに声をかけてサードパーティー集めに必死になった。しかし、他社ハードにソフトを供給しているなどの理由で断られたため、なかなか集まらなかった。 打開策として、ナムコ、あとのバンダイナムコエンターテインメントなどの他のアーケードゲーメーカーに開発費などを供与した上で、他社が開発したタイトルをセガブランドとして発売したソフトも少なくなかった。つくがオリジナルとパイオニアが以下の互換ハードを発売した。いずれも SK-1100 等が必要なものを除き、セガ発売の SG-1000。 SC-3000 シリーズ用ソフトが使用可能。セガハード初のサードパーティーとなる、つくだオリジナルからは、オセロマルチビジョンソフトとして8タイトルが発売され、それらソフトは、SG-1000、SC-3000 シリーズでも、使用可能である。パイオニアからは、互換ハードのみの発売のみで、独自のソフトは発売されなかった。また、 ゲーム学習机というアーケード筐体が存在した。名前の通り机にモニターが据え付けられたようなデザインで、机部分に SC-3000 と同じキーボードとアーケード型ジョイスティックが採されており、正面のモニター横にソフトの切り替えボタンが縦20個並んでいた。コインを投入すると一定時間、標準設定で10分、100円。 内蔵されているソフトを自由に切り替えてプレイできというもの。セガ直営店のごく一部の店舗で見ることができた。基板は SG-1000 と同等のもので、ソフトも市販のものと全く同じものを使用していた。これとは別に SG-1000 と同スペックの一般協体向け業務用基板もごくわずかながら流通した。この基板ではソフトウェア用として エプラムが使用されている。後継機のセガマーク E 発売後もソフトの供給は続き、1987年2月18日発売のロレッタの肖像が最後のソフトだった。SG-1000 は日本国外にも展開され、オーストラリアではジョン・サンズ社、ニュージーランドではグランド・スタンド・レジャー・リミテッド社によって販売されていた。それ以外にも、 イタリア、スペイン、南アフリカ、共和国、台湾での OEM 販売も行われた。北米では販売されなかったが、前日のゲーム学習机のような形で、アーケードゲームの形で、SG-1000 のゲームを遊ぶことはできた。また、クローン機では、台湾のビットコーポレーション社より、SG-1000 とコレコビジョンの両方のソフトが遊べる、ジナニン -1 なども発売された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。